こんにちは、大塚拓磨です。さあ、3月30日の浦和レッズ戦を振り返っていきたいと思います。このタイミングでチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひこの試合の感想をね、コメントでも教えてください。さて、昨日の試合なんですが、浦和レッズ対アビスパ福岡2対1で敗れました。はい、シャハブ選手のね、めちゃめちゃやばいゴラッソあったんですが、後半に逆転という形で、敗れてしまいまして、2連敗となっております。西スポウェブオットの記事です。アビスパ福岡が昨年の YBC ルヴァンカップ決勝を含めて2022年から5試合負けなしと好相性だった浦和に逆転負けを喫した。浦和戦の黒星は2021年6月27日の対戦で0対2で敗れて以来で3年ぶり。福岡は今季初の連敗で、浦和は今季ホーム初勝利を飾った。福岡は今季途中に加入したイラン人フォワードのザヘリーをはじめてスタメンで前線に起用。3バックには足の太で調整が遅れていたミヤが今季初スタメンで入るなど、3失点で初黒星を喫した前節からメンバー変更を施した。前半は浦和が両サイドを効果的に攻め立てゴール前に迫ったほか、チアゴ・サンタナが中央のドリブル突破からミドルを放つなど優勢に進めた。20分過ぎに福岡も今度が右からドリブル突破を図り、エリア内より初シュートを放つが、相手ゴールキーパー西川の正面をついた。それでも前半28分にドリブルで持ち込んだザヘディがエリアの外から強烈なミドルを決めて待望の先制ゴールをマーク。ザヘディは J 初ゴールとなった。後半は攻勢に出た浦和のペースで展開、ボール支配率でも優位に立つが、福岡ディフェンダー陣も体を張った守りでしのいだ。ゴールキーパー長石の好セーブも光ったが、後半20分にサイドから展開された後に、渡辺にボレーを決められて同点に追いつかれた。さらに同28分に PK を決められ勝ち越しを許したということで、後半は本当にもうほぼ見せ場なくですね、2点取られて負けたという結果でしたね。いや、結構しんどい試合でした。はい。ね、いや、こう、どうやって点取るっていうふうにサムネにも書きましたが、開幕前から言われていた得点力不足がね、もう想像以上にひどくて、はい、なかなかその攻撃で見せ場がなくて、そういう試合が続いてる感じですよね。はい。では、本日のアビサポの感想コレクションですね。20名のサポーターの皆様、ご協力ありがとうございました。今日の試合は何点ですかということなんですが、こんな感じになっております。4.2 点ですね。前節と比べると、点数は良くなってるんですが、まあね、いやーちょっとしんどい状況ですよね。JP さん、2点。選手間の意思がチグハグしてるところが映像から見て取れた。アビとしては良くない雰囲気、攻撃の形が全く作れない、奪ってからも味方の距離が遠くて繋がらない、後半ベタ引き&プレスも緩いじゃそれはやられますよね。はい。もうなんか昨年のアビスパと違いますよね、もうはっきり。匿名希望の方、3点。長谷部アビスパの基本である守備の部分でボールの取りどころが定まらないのが問題。去年までは山岸がパスコースを限定しながらプレスをかけ始め、他が連動して狙った場所にボールを運ばせここで取るという守備ができていた。シャハブは点を取ることに関しては素晴らしいことが分かったが、守備のスイッチ役としてはまだそこまで落とし込めていないのか、はたまたそこまで求めず今日は岩崎がスイッチを入れていたように見えたがそれでいくのか、個人的に長谷部アビスパの根幹だと思うので、ここでどういう選択をするのかで今後の命運がかかってくるのではないかと思う。はい。まだ今年どうやってね、こう、点取っていくのかというか、ね、どう守っていくのかみたいなのが、こう、形ができてないのかなっていう感じはしますよね。イサさん、4点。ザヘディの初ゴール。身長的にハイボールに強いイメージだと思うが、足元の技術もあるし、何よりシュートのパンチ力と決定力高いことを証明した。ある程度ボールを持たせるのが福岡のやり方だが、今年は持たれる感じ。はめに行っても剥がされさせる感じが多く、後半バテていたと。はい。ガブリさん。4点。松岡の派手さはないが、しっかりとした強さ、技術力はさすがだし、期待が高まる。抜けた2人の直接的な戦力もだけど、それぞれ相互関係は良かった。今野前島が相方不在で昨年ほど生きてないのももったいない。前線は各個人ではすごい頑張りだけど、それが足し算にできていないと。はい。椎名さん、4点。前半と後半が違うチームのようだった。岩崎選手が奪ってからのカウンターを決めきっていれば、いや、決めきらないと勝てないことを痛感させられた試合でした。博多の森不動産さん、5点。勝っていれば内容はともかく10点をつけようと思ったのですが、負けてしまったので7点マイナスで、ザヘディ選手の初ゴールを見られたのでプラス2点です。なるほどね。ザヘディ選手のゴール以外は印象に残るプレーや選手はいませんでした。はい。大川さん、5点。前半良かったけど選手交代やちょっとしたミスから流れが変わった。後で振り返れば今シーズンのポイントの一つになるかもしれないと思ったというのは結構怖いコメントですが、いやー、しんどいですね。僕もコメント
読みながらいつも何か言葉を足すんですけど、もう本当返す言葉もないという感じです。匿名の方ですね。5点、負けてますし決していい試合運びではなかったんですが、シャハブの初ゴールを加味してまあ5点かなと。井上のハンドの PK はハンドとは思えなかったけど、かなり微妙な感じだったし、しゃあない。それを引いたらまあ1対1だしと。はい、もうなんとかねポジティブに考えようとしてるという感じですかね。40代女性サポーター歴6年から10年の方、6点、前半は良かった。得点もあったし、こちらの攻撃時間も多い展開だった。攻められる時間もあったが、長石のビッグセーブもあり耐えられていた。シャハブのゴールも見られたし、宮も頼もしく、ユザーもいい働きを見せていた。後半は相手の修正にこちらが対応できず攻められ続け、相手ゴールキーパーにシカオが暇してるんじゃねとそら思った。試合後ウェリントンがとても悔しそうにしていたのが印象的だった。前半の良さとウェリの気持ちの合計点です、ということで、まあ、この6点というのがねこの試合の一番高得点だったですね。ウェリントンすごく悔しそうだったですね。いや、どうしたらねいいんでしょうね。早くこうね戻ってきてほしい選手もたくさんいますけれども、はい、まあ、今がそのまあね、状態は悪いっていうのはみんな分かってると思いますし、まあ、改善の余地はいっぱいあるわけですからね。まだシーズン序盤ですし、はい。ここから少しずつね、良くなっていくことしかないと思いますので、はい。良くなっていくことを信じて応援していくしかないのかなという感じです。ただやっぱこう、春先にね、成績がいい方が、客数という面ではね、いいニュースが、こう、福岡に届くわけですから、こうね、感染がもっと多くなるっていう面では、この春との成績っていうのはとっても重要だったんじゃないかなっていう気もするので、はい、このホームでの勝ちがなかったりとか、まあ、こういう状況っていうのは、まあ、本当、観客数という面では痛いなと思います。早くね、調子取り戻して、いいニュースを福岡に届けてほしいですね。今日の MVP は誰ですかという、はい、質問なんですけれども、まあ今日に関してはね、なかなか MVP みたいな気分じゃないんですが、まあ、こんな感じでございます。長い選手が一番ということで、まあ、この長い選手が MVP になるっていう時ね、大抵あんまいい状況じゃないんですよね。はい。ね、クリーンシートで長いシーンみたいなこともあるんですけど、まあ、なかなかないか。それでもやっぱりゴール取った選手とかね、起点となった選手が票を集めて2位みたいなことになるんですよ。やっぱり1位になる時ってね、あんまりいい状態じゃないことが多いですね。鶴野選手がね、3位っていうところもありましたね。ということで、せっかくなんで、この鶴野選手のコメント紹介したいと思います。アビチャーンさん。レイジはデビュー試合からそうなんだけど、マジで持ってる選手だと思ってます。ボールが転がってくるし、集まってくる。あと、シュートの時、上後にダブって見えた。期待を込めて選びました。ということで、まあ、鶴野選手のような存在ってね、やっぱりこう、サポーターに明るい光をね、こう届けてくれるような存在だなと思うんですが、まあ、こういう若手の選手ですね、鶴野選手だったり、はい。ね、井上選手だったり、松岡選手だったり、まあ、そういう、年齢がね、若い選手、ね、茂美選手だったり、まあ、そういった選手のこの、シーズンを通しての成長っていうのはね、今年とっても重要な部分かなと思いますので、まあ、鶴野選手もね、早く、試合の鍵を握るような選手になってほしいなと思います。そして、第2位ですね、シャハブ・ザヘディ選手ですね、まだザヘディと呼ぶのか、シャハブと呼ぶのか、はい、もうバラバラですけれども、はい。まあ、本人はシャハブと呼んでほしいというね、意思表明が出てますので、はい、サポーターはシャハブと呼ぶケースが増えてるんですが、まあ、やっぱメディアではね、もう断然ザヘリーですね。30代男性の方、他に挙げられる要因が少ないの丸が、あのゴールはスーパー。いや、めちゃめちゃすごかったですよね、本当に。もうここしかないみたいなコースで、はい、あんなコースにね、あんなスピードで、はい、ね、いや、あれ止められないですよ。いや、びっくりしました。イサさん、相手のトラップミスからボールが流れてきて縦に仕掛けるのもグッド。スライディングに対してもうまくかわしてシュートの場面迷わずにをぶち抜いた決定力。いやー、びっくりしましたね。ミツバチさん、カウンターからのドリブル、ブランダーのゴールや切り込むドリブル。ね、いや、ドリブルもね、見せ場があって、本当にスタジアムを沸かせられるような選手ですね。アソスクエアさん、見事なゴール、これからの量産に期待しますということで、まあ、6月までの期間限定ということですから、はい、そのまでの間にね、いっぱいゴールね、決めてほしいなと思います。大川さん、本物の助っ人かもしれませんということで、ね、このシャハブ選手どう評価するのかっていうところなんですけど、はい。もしかすると本物かもよということで、今後も期待したいところですね。そして、第1位が長石選手ですね。いや、めちゃめちゃすごい活躍でした。スーパーセーブ連続。はい。匿名希望の方、チーム全体でいい守備ができなかったので、決定的なシュートを何本も浴びたか、めちゃくちゃ止めてくれた。いや、ほんとそうですね。川崎さん、ファインセーブしまくっていた。でも本人にしたら2点取られて負ければ何の慰めにもならないだろうな。
ね、いや、永井選手も試合終わったと悔しそうな顔してましたね。椎名さん、永井選手のスーパーセーブがなければボロ負けでした。いや、間違いないですよ。ね、4点ぐらい取られてたんじゃないかっていう気もしますけれども、はい。20代の方ですね。初ゴールのシャハブと言いたいところですが、今日は長石で、前半に高い位置に飛んできたコーナーキックをパンチで弾いた瞬間、めちゃくちゃ興奮して叫びました。クロスの判断ミスったかなとは思いましたが、もっと点を取られる可能性も高かっただけに、2点で抑えた点は評価したいです。ということでした。はい。いやいや、長石選手ね、のおかげで、まあ、2点で済んだんですが、まあ、結局負けてるんだあれなんですけど、まあ、長石選手あれだけ頑張ってたんで、ね、勝ち点欲しかったですね。そして、問い3ですね。今日の思い出は何ですかというコーナーです。川崎さん、とにかく暑かった、暑かったということで、ね、スタジアム観戦された方からですが、関東地方めちゃめちゃ気温高かったみたいで、はい。夕方ね、ニュースになってましたね。いや、本当にお疲れ様でした。博多の森不動産さん、サタデーナイト J というテレビ東京のサッカー番組の MC の女性アナウンサーを遠目ですが生で見られたのが個人的な収穫です。久々に取材に来ているとは思っていませんでしたと。ね、いや、サッカー以外でね、少しでも、ちょっとしたね、小さな幸せがあってよかったです。アビマリン8号さん、試合前の選手紹介で、今野選手がアナウンスされた時は、裏ゴール裏からブーイングがありました。やはり昨年のリーグ戦、ルヴァン決勝での活躍が認められたのか、それとも地元の選手だからかわかりませんが、こちら側は気持ちいいブーイングでした。なるほどね。いや、おそらく地元の選手だからじゃないですかね。はい。それで、なんでね、アビスパなんだ、みたいなところなんでしょうけど、まあ、活躍もありますし、まあ、ね、認められてるって思うと嬉しいという。まあ、結構この浦和からのブーイングね、アビサポ喜ぶ傾向になりますからね。はい。どんどんブーイングしてもらえるようなね、クラブで居続けるといいですね。40代女性サポーター歴6年から10年の方。後半の相手に攻められ続けている時間帯、当初ゴール裏がブーイングしかしてないことにちょっとじれた。失点後はちゃんとの指示が増えてよかったが、もっと早くにそうしてもらえればなよかった。相手サポの声量が多いサイスタで、しかもプレーを行われているサイドが反対側のこともあり、相手に届かないブーイングよりは、遠くからも視認できる腕なり何なり動きのあるチャントで、味方の選手へ苦しい時間帯だけど応援していると伝えた方が良かったと思う。後半はサポの応援が人数の問題ではなく、質で負けていたと感じたということで。このなんか、ゴール裏の応援のね、この先導についてちょっと意見みたいなことがね、ちょっと続いてるみたいで、はい。ね、なんか、僕は何にもコメントしようがないですけど、はい。まあ、ちょっとそういうのは続いてるようですね。はい。本当になんと言いようもないんですけど、はい。三橋さん、井上選手のハンドという判定で PK というシーン、肩に当たったと見えた家の中で大門線にと、はい。スローで見ても、ね、よくわかんなかったですけれども。いや、あれどうしたらいいんでしょうね。こう、来た時って。ね。体は入れなきゃいけないし、でも手に当てちゃいけないし、でも手出しちゃいけないから手出さないでしょ？でも手に当たると。そしたらハンドっていうね。うん、もうどうしようもないんでしょうね。もうああいうボールを、こう入れたという、質の高いクロスを入れたということなんでしょうね。もう PK に値するような質の高いクロスだったっていうふうに受け止めるしかないんでしょうかね。20代の、サポ歴5年未満の方。奈々ちゃんの負傷交代、脳震盪ですかね。大事じゃないといいんです。鹿島戦までもう時間がないので、もし欠場になると痛すぎる、無事であれと祈りますということで、いやもう水曜日ですからね、いやちょっと厳しいんじゃないかなという気もするんですけど、どうなんでしょうか、まあ、もし出場した時にはですね、しっかり応援したいなと思います。で、麻生スクエアさん、FC 東京浦和と去年までのお得意様にやられ、相手チームの意地を感じています。やはり J1 リーグでなかなか勝つのは難しい。気持ちを切り替えて、ホーム鹿島戦の後をしましょうと、ね。また鹿島が相手っていうね。またこれも、ね、厳しい相手というか、はい、強豪なんで。いやー、まあ、今年、ただね、横浜 F マリノスに勝ってますからね。はい、それを思い出して、鹿島戦で勝ってもらえたらなと思います。50代女性サポ歴21年から24年の方、浦和サポさんたちの圧は画面越しにも伝わってくる、さすがだと思ったと。いやー、怖いですよね。やっぱ不気味というか。はい。JP さん。埼玉スタジアムの雰囲気含め勝ちたい気持ちで裏が上回った。悔しいと。いや、悔しいですね。後半始まりの時にね、スタジアム全体で飛んでいて、はい。まあ、ああいう雰囲気とかもね、ちょっと飲み込まれたような感じになってしまって、まあ、あれが本当に効いて勝ったみたいになっちゃって、悔しいですよね。
大川さん、浦和さんみたいに早くお金持ちのチームになりたいですっていう、もうほんと精一杯の皮肉みたいな感じになってますけど、ねえ、いや、来場者も増えないですし、我々も、ねえ、いや、早くビッグクラブになりたいですね。はい、ということで、もう次の試合なんですが、もう切り替えていきましょう。もうすぐやってきます。4月3日水曜日、アビスパ福岡対カチュマアントラーズ、ベストレンキスタジアムで、19時キックオフです。まあ、平日ということでね、なかなか、ね、見に行けないという方も多いかもしれないんですが、ね、ぜひとも、ね、当日券でもいいので、試合を見に行ってもらえるといいかなと思います。そして最後に宣伝です。私たちはウェブの中身を考える株式会社中身という会社です。ウェブコンテンツを作りたいなとかね、ウェブで集客したいなと思う方、ぜひともね、我々に相談していただければと思います。まあ、今日はこんなところにしときましょうか。はい、ちょっとしんどいわ。はい。また水曜日アンケートするので答えていただければと思います。いや、2週間待ったけどな。いや、厳しい。それではありがとうございました。さよなら。福岡の福岡の人人エススパニエススパニアビスパアビスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう。